はい、お久しぶりです。練り替え道場の小林です。久々に、オンラインのセミナーか。このオンラインセミナーをちょっと復活させようと思って、ちょっともう若干緊張してるんですけど、このオンラインセミナーじゃなくて、この YouTube セミナーか。昔ずっとやってて、なかなかやっぱその、再生が伸びないからやめちゃったんですよ。だけど、まあ、よくお客さんからもそうなんだけど、やっぱ知り合いの人とかいろんな人に会って、やっぱ経営者の人とか、まあ、中小企業っていうかね、零細企業の、僕とかと同じような規模の社長さんとかから、あれ結構面白かったから、あれ結構いいのにっていうことを、まあ、結構いただくんですけど、なかなかやっぱ再生が伸びないから、テンションがちょっと上がんなくて、まあ、やめちゃったんですけど、まあ、今こうやって、オンライン SNS 勉強会とか、経営者交流会とか、まあ、いろんなことをやっていこうっていう中で、まあ、ね、一番ターゲットになるっていうか、経営者層の方、まあ、個人事業主とかね、いろんな、やっぱ経営に悩んでる人がやっぱさ、SNS やったりとか、経営やるわけじゃないですか。なんで、まあ、もう一回ちょっと、やってみようかなと思ってるんで、まあ一生懸命、ちょっと内容もね、考えて、以上、ちょっと メモ紙程度ですけど、ぜひ、いいねだけでも。チャンネル登録もね、この動画、動画あたりのチャンネル登録ってわかるんで、ぜひチャンネル登録ね、今、それこそキラキラキラってなるんで、やってって言うんですけど、このね、再生伸びんでも、まあ、登録してくれた、ああ、こういうことやるんだ、じゃあちょっと登録しようかなって思われる方いたら、ぜひチャンネル登録してください。ああ、そうそうそう、もう一個、まだ最初に始まる前に宣伝ばっかでちょっと失礼なんですけど、SNS 勉強会、もう第2回、第3回かな、やって、好評で、いろんな、まあ、SNS、実際に SNS を活用してビジネス成功させてる人、講師に来てもらって、今、ぼちぼちうまくいってるんで、今回から、まあ、ちょっと力入れて、SNS 勉強会を、ちょっとま、ある知り合いから言われてるのが、その100人規模にしようと、オフラインで。来場者100人、オンライン150人を、オンライン参加ね、2000円でオンライン。で、オフラインも、まあ、ちょっと、もともと8000とか9000で、だんだんちょっと値段上げてったんですけど、ちょっとやっぱ経費、やっぱね、結構かかるんで、まあ、ちょっと値段上げようってことで1万円。で、本当に100人来たらいいよね、100人来たら100万円になるんで、あれですけど、まあ、100人規模。まあ、広告とかもこういうのも打ったりとかいろんなことやって、まあ、集客ことはやっていこうと思うんですけど、まあ、実際に参加してくれた人は結構喜んでくれてるんで、うん、まあ、100人。で、オンライン2000円だったかな。で、150人。ちょっとハードルきついけどね。まあ、年内厳しくても、だんだんこれがね、会面白いよって友達誘ってくれたりとか、仲間誘ってくれたりして、まあ、増えてったらなと思うんで、来年にはね、第10回とか、それぐらいの頃には、100人規模体制になって、で、まあ、そこでまたビジネスが生まれるみたいな、なんか好循環なね、みんな参加してくれる人がなればいいかなと思ってますんで、LINE アット、LINE アットを今登録して、情報発信してますんで、ぜひ、LINE アットとか、今それ遅いから、LINE オフィシャルか。今、建設業交流会になっちゃってるんですけど、ちょっとその建設業っていうのを取って、まあ、オンラインの SNS の勉強って、他業種問わず、まあ、ためになるじゃないですか。なんで、いろんな人が参加してくれてるんで、建設業じゃなくても、ぜひ参加してください。はい、じゃあ、まず1回目はね、ちょっと俺も、おしゃべり鳴らしとして、YouTube を始めたきっかけと、仕事に、まあ、どういう、今、まあ、現在23万人超えたところなのかな？まあ、どんな感じなのかなっていうことをちょっといろいろ話していこうと思ってます。まずね、まあ、よくいろんな人にも言うんですけど、で実際になんかいろんなところで SNS 始めたきっかけって話するんですけど、まあ、もともと、昔は、今の人はもうちょっと知らんのか知らんすけど、アメブロとかいうのがあって、結局、ブログを書いて集客をしよう。やっぱ何て言うかな、中小企業とかこういう零細ってさ、なかなか発信、広告、打つのってすごい大変じゃないですか。うちでも、まあ今はちょっとやっぱ YouTube やって広告費下がってるんですけど、年間本当に一番マックス多分5、6000万とか広告宣伝引っかかった時期があるんですよ。まあ売上対比で7、8% とかなんだけど、まあ売上の規模もどんどん上げてる時期なんですけど、ガン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 チラシ打ったり、新聞広告入れたり、ホームページでね、いろんな、ホームページも結構金かかるじゃないですか、なんだかんだ言って。で、そういうのやってる時に5、6000万ってかかってて、まあそれよりもやっぱり瞬発性はないけど、ブログとかああいうのを書いて、結局人隣を映すっていうか、僕はもうどっちかというと自分をさらけ出すのが苦手、時の方なんで、
まあ、さらけ出してたんだよね。まあ、社員こんなことで起こりましたとか、現場でこんなことありましたとかね、こんな複雑な現場がやべえわ、みたいな、アメブロとかでいろんなこと書いたり、あと、社内ブログか、社内ブログみたいな、ワードプレスっていうソフトなのかな、なんかで書いてみたりとか、いろんなことをやってる中で、なんかやっぱこだわりだから、結構、のめり込む方だから、一眼レフとかもう何十万のやつ買って、レンズとかも10万とか20万のやつ買って、なんか写真撮りまくってた時期があるんですよ、職人とかを。ずっと。で、そういうのがなんかきっかけで、なんか社員とか職人をまあ撮るのってすごい好きだから、撮ってるうちに動画とか撮って、で、たまたま本当に YouTube っていうのができ始めた時に、その YouTuber って言葉がない時に、まあ、たまたまちょっとふざけて、まあ、現場の風景だとか、ちょっと悪ふざけして職人の雰囲気だよね。お客さんが見た時に、どんな感じの会社なんだろうって思うように、まあ、ちょっと社員いじっては、まあ、この黄色い平面とか見てこんなんね、ピコハンマー持ったりはしてなかったんですけど、いじって動画を上げてるのが始まりかな。で、まあ、その YouTube 抵抗ってあんまりなかったんですけど、うん、そういうので、ちょこちょこ、まあ、無編集みたいな感じで上げてて、まあ、そうこうしてるうちに、なんか YouTuber とか仕事につながるとか、そんな話も聞いて、じゃあこれはと思って、YouTube 本格的にやるかって言って、やり始めたのがきっかけなんですけど、うん、まあ、最初の頃はね、本当にね、YouTube はね、まあ、僕も、まあ、これ見てくれる人で SNS 運用、まあ、TikTok、インスタ、あと Twitter か、今 X かなんかっていうかな、ああいうのやってる人多いと思うんで、ね、やっぱ真面目なことをあげても誰も見ないじゃないですか。で、僕、ほんといつも言うんですけど、SNS って、まあ、僕も、まあ、やっぱりそこから入ったんですよ。社員の紹介、で、仕事の紹介、要はお客さんに見てほしいこと。だから宣伝だよね、もう。見てほしいことを撮ってた時って、やっぱり誰も見てくれないんですよね。で、まあ、いろんなことを悩んで、まあ、ちょっとふざけるかっていうか、見てくれる人を楽しまそうと。とにかく。その建設業あるあるっていうかね、塗装や足場や飛び職あるあるみたいなのを撮って、まあ、まず楽しんでもらって、なら人柄っていうかね、僕の人柄とか社員の人柄見て、まあ、いつかその仕事の依頼なんか、ね、まあ自信あるから、俺はもうギャ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 言ってるから、いい子しかいないって思ってるから、変なやつはすぐやめてけって言うから、自信あったから、まあ、やり始めたんですけど、思いのほかね、やっぱりね、建設業あるあるとか、建設業のことをやると、建設業の人が見るんですよね。で、一般の人よりも、やっぱ建設業の人が見て、なんか、10万人ぐらいかな、フォロワー増えるぐらいまで YouTube のね、ほとんど仕事の依頼って来なかったんです。まあ来てたか、まあ2万人ぐらいかな、2万人ぐらいのところまでかな。で、結局ね、2万人、3万人ぐらいの時に、やっぱりね、社員、営業マンとか、その事務が、やっぱ猛反対をしとったんですよ。それこそ、あれちょっとふざけた動画、昔なんかもっとふざけた動画結構上げてたから、ちょっと安全帯の問題だなんだで、結構動画をやっぱり消したから、昔のやつって結構どぎついやつってなくなってるんですけど、結構きついやつ、上げてて、うん、まあ、社員とかがお客さんに言われると。こんな、なんかめちゃくちゃなことあげるなよ、みたいな。特に早かったからね、もう5年ぐらい前だからね。もう今多分あれあげてても、まあ理解されるんだろうけど、昔あの時代は、やっぱ俺もまだ40、本当にそうだよね。1、2とかぐらいの時から始めたのかな。まあきっかけはそこで、まあふざけたものっていうのをあげた理由っていうのはまあそこなんですけど、今じゃあね、20何万人だからやっぱり評価されるわけじゃないですか。一応今度、本当に、産業リフォーム新聞ってね、リフォームフェアってやるんですけど、東京ビッグサイトで。で、そこでそれこそね、建設業じゃなくて、リフォーム業1位だったかな？なんかそんなものかなんかで、表彰される。まあ、なんとかの分野で1位だったかな？ちょっと俺もちょっとはっきり覚えてないんですけど、表彰されるんですよ。だからそれぐらいやっぱり SNS って僕も力入れてきたんで、今があるんですけど、じゃあ SNS ってじゃあそうやってふざけてきた、まあ社員の反対を押し切ってやって、ある程度フォロワーが増えたら、やっぱ人が評価してくれて、やっぱどんどん仕事が来るっていう好循環に入って、今じゃあ実際に今 SNS 悩んでる人とか、うん、本当にこれ効果あんのっていう人に、まあ伝えたいなって思うのは、なんていうんかな。まあまず SNS の効果だよね。まあ仕事が来る運のよりも、やっぱ求人効果、うん、
すごい大きいと思うんですよ。やっぱり今もう若い子めっちゃSNS 見てるから、採用求人見ても、じゃあインディードとかああいうので求人見ても、反響もあると思うんですよね。じゃあインスタだとか、TikTok で検索して出てくるか出てこないかだけでも全然違うだろうし、出てこないってなったらやっぱ出てくるとこ優先に行くじゃないですか。まあ、給料同じところで家の近くでこうやって検索してて、あ、ここどんなとこかなって検索した時に、あ、TikTok あります、YouTube あります。また検索で一番目の方に出るじゃないね。SNS から優先的に出るから、出ると思うんだよね。で、それ若い子たちは見てくれて、多分、求人来るとかもあるだろうし、まあ、あとはその仕事の依頼っていうのはね、どうなんだろう。まあ、うちは来る。ぶっちゃけ23万人まで来てるから、やっぱすごい来てると思うんですけど、まあ、今度、その動画も撮りたいなと思うんですけど、SNS ってね、本当にね、なんか、めっちゃじゃあフォロワー増やさないと、仕事に効果ないのかって違うんですよ。だって求人って、本当にそうじゃん。フォロワーなんか別に10人、20人でもいいと思うんだよね。でも内容がしっかりしてれば、社員が映ってるとか、社長が映ってるとか、いろんなものがあれば、別にフォロワーなんか関係ないじゃん。見る側からしたら。だから、仕事の依頼もそうだと思うんですけど、フォロワーがいなくても成功してる人、今度SNS 勉強会でもそういう人にも出てほしいなって、ぜひ、いろんな人探してるんですけど、フォロワーが例えば500人とか1000人単位でも、十分仕事が来てる人っていくらでもいるんですよ。例えば近所の人で、ね、折り込みチラシやってるで、SNS やってるから SNS 見てみようって言って見たときに、わ、何この会社って。すごいじゃんって。こんなことやれるんだ。あんなことやれるんだ。あ、これも頼めるんだ。もちろん、リフォーム業、建設、塗装業とかあるだろうし、あとは本当の建設会社の下請け工事ですよね。そういうのでも、やっぱさ、なんか、監督さんとかもやっぱ見てるだろうし、元請けさんも見てるだろうし、ああ、あいつ現場で会ってね、なんか例えば職人ってやっぱ声かけづらいけど、現場でね、監督さんとか元請けさんが、社長は知ってるけど、職長さん知らないとかもあるじゃん。だけど動画でちょっとね、ニコニコしてたり、笑ってたりする。ああ、こういう一面もあるんだって、現場ではピリピリしてるけどなと思ったら、ちょっといじりやすいとかさ。ね、何々くん、昨日動画見たよとかさ。まあ、そういうのもあるだろうし。だから、フォロワーって別に、増やすだけがあれじゃないと思うんですよね。まあ、実際にうちもそうだったしね。あとはもうその建設業以外だよね。まあそんな本当にあるじゃないですか。まあ近所のね、俺なんか焼肉屋とかそういうのでもそうだし、まあ飲食店でもそうだし、なんかちょっとしたゴルフショップでもそうだけど、もう今インスタ、TikTok やってもフォロワーの数じゃ、俺のよく行きつけのゴルフショップのインスタとか、TikTok とかって知ってるんですけど、じゃあフォロワーの数何人だったって聞かれたら、だって覚えてないもんね。そんなこと別にどうでもいいもんね。何十万人フォロワーがおろうが、まあそこの人が実際出てて、商品説明してたりして、あ、人柄も出てるから、あ、その人って、やっぱ相談しやすいから、こうこうこうで悩んでんだけどって、やっぱ人柄があるって、やっぱ接触いいのじゃん。なんか何でもそうだけど、ね、初めましての人って喋りづらいけど、何回もこうやって見てたりするうちに、やっぱ喋りやすくなると思うんで、それって大きいのかなーって、思います。はい。じゃあちょっと最後に、YouTube やるきっかけ、で、SNS の効果、ちょっと話しさせていただいて、最後に、まあ、じゃあちょっとやってみたいなーとか、まあ、どんなものをやったらいいんかなとか、まあ、いろんなあれがあると思うんですけど、なかなかやっぱきっかけ、だからね、俺きっかけ、まあ、これ何回も喋ってんだけど、きっかけって本当にね、なんか難しい、きちっとしたなんかすごいもん作ろうと思うと、なんかなかなか飛び出せないから、本当適当から始めたらいいと思うんだよね、なんか。で、何投稿したらわかんないってよく言われるんですけど、俺も、ちょっとした、スタッフのね、なんか動画って嘘つけないじゃないですか。ホームページでうちの職人こうなんですよって。まあね、僕らの塗装業だったら一級塗装技能士って、じゃあ、昔はね、もうそんなんで、やっぱお客さんもよくわかんないから依頼来たけど、じゃあそういうのでいっぱい騙されて、やっぱお客さんもやっぱすごい、情報に慣れてるから、やっぱ調べてくるから、やっぱ本当に会社のいいところって、やっぱ YouTube とか、まあね、TikTok でショートムービーって、今もう本当ショートムービーとか結構あるじゃないですか。僕が、もともと YouTube やった時ってショートムービーなんてなかったんで、でも今ショートムービーって、それこそうちもこの間、ちょっとしたね、なんか動画が200万再生って、
3日間ぐらい行くわって言ったらすごいスピードだよね。だから本当にね、ショートムービーで、まあ会社さんプロフィール見た、なんかネットで見たプロフィール見た、こうやってショートムービーピピピピピピ出てくるんで、あ、こんな会社ないなって本当にわかる。俺は本当によく見るんで、ショートムービーを。なんで、ショートからでもいいし、まあ社員のちょっとしたね、ツッコミとね、そのやりとりでもいいし、あとはまあお客さん、まあお客さんだけじゃない、まあその、お客さんが来る来ないは別として自分がプロとしてこういう悩み解決できるよっていうものっていっぱいあると思うんですよね。どんな業種でも。建設業だけじゃなくて、まあ、いろんな、何でもそうだよね。サービス業とかでもそうだし、まあ、こんないいよとか、まあ、例えば喫茶店だったら喫茶店のね、コーヒーのなんか見分け方とか、まあ、こういう美味しいコーヒー、あそこのコーヒー美味しい、まずいとかさ、なんかまあ、うんちくとかもいっぱいあると思うし、なんか、その自分が、ね、持ってるスキルの、その相手が、にとってなんか解決できることっていうかな、まあそういうもの、うん、まあそれはその自分がターゲットになる人になんか、うん、SNS の勉強会とかコンサルだとさ、まあ自分のターゲットのことを考えて動画作りましょうって結構言われると思うんですけど、実際に俺はそうじゃないと思うんだよね、SNS って。なんか、うん、実際に企業やってたら、わかると思うんだけど、うん、まあそういうものじゃないと思うから、なんかね、プライベートの延長線上というか会社の延長線上がやっぱ人が見てくれる、ね、お客さんが人となり、あ、この人たちこういうことやってんだとか、なんかそんなもんかなと思うんで、うん、何か、まあ SNS 投稿ね、きっかけにこれがなればいいのかなと思います。あ、そう、最後にまた最初にも言いましたけど、SNS 勉強会を、うん、まあ今、第3回か4回だったかなには、まあ会社名言っていいんかな、まあ、ある2社さん、3社さんか、うち含めて4社と、まあすごい有名な、まあそれこそ SNS のプロというかコンサルタントの人ね、5人が講師、もう今回本当に盛りだくさんだよね、5人が。まあちょっと時間はピッチ早くちょっと進めていくんで、オンライン参加はまあ途中まで。講師の二人と俺の話は聞けるかな。そこにオフ、まあ来る人はまあ全部聞けるんですけど、あと YouTube でも生配信しようかなって、最初の俺の話だけぐらいかな、は配信しようかなって、まあまあ同じような話になっちゃうかもしれないんですけど、その時にはね、もっと詳しく、まあ僕も30分ぐらいきっちり話そうかなと思ってますんで、まあ皆さん、ぜひ、まあ有料、無料、なんかのタイミングに。で、その情報は、その LINE、オフィシャルっていうかな、塗り替え道場を、今は建設業交流会っていう名前になって、それちょっと名前変更を今手続きしてるんですけど、まあ概要欄には多分貼ってあると思いますんで、そこの LINE のオフィシャルね、公式 LINE を登録していただいたら情報を発信しますんで、ぜひ100人規模、うん、オンライン参加、本当に200人規模、だいたい合計300人の人が同時にね、なるっていう風になると、またね、盛り上がってくるじゃないですか。で、まあいろんな面白い、ね、有名な人とか参加してくれたら本当おもろいなと思うんで、ちょっと盛り上げるためにもぜひ参加してください。よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。